お願いいたします。私は読み上げが1件あります。閣議の概要について申し上げます。一般憲法9件と法律の交付政令権限が決定をされました。大臣発言として復興大臣から被災者生活支援等政策の推進に関する基本的な方針の変更について、山谷大臣から平成27年度防災の日総合防災訓練についてそれぞれご発言がありました。私から以上です。はい、よろしくお願いします。はい。政府としては、北朝鮮の砲撃等によって、地域の緊張が高まっておりですね、強く懸念をし、米国や韓国と緊密に連携しながらですね、強い関心を持って、注視してきました。今回ですね、南北間の合意に達したことは歓迎したいと思います。北朝鮮が挑発行動をですね、自粛をし、自制をし、今回の合意が地域の緊張感や諸懸案解決につながることを期待をしたいというふうに思います。いずれにせよ政府としては今後とも米国、韓国と緊密に連携をしながら引き続き緊張感を持って対応していきたい、こういうふうに思います。はい。今も勉強ですけども、今回の合意によってですね、朝鮮半島の緊張ですね、これ緩和に向かっているんでしょうか。いずれにしろ、北朝鮮に対してはですね、この挑発行為を自制をしてですね、今回の合意、ここを緊張緩和、そういうものに、ぜひ生かしてほしい、こういうふうに思っています。はい。テレビ東京下です。株価について伺います。日経平均が一時1万8000円割れるなど大幅に下落しています。で、直近昨日まで26年度補正予算と27年度の本予算を着実に実行を移していきたいなどと述べられましたが、新たな経済対策など検討するお考えはありますか。まずですね、前日のですね、姉妹値から下落をして、本日は1万8000円割り込み、そういう動きになっています。昨日、ニューヨーク市場においてダウ平均の株価がですね、588ドル値を下げて、為替市場においてもですね、荒い動きがこれ見受けられています。市場の動きについてですね、評価や要因等について具体的なコメントする、このことは控えたいというふうに思いますけれども、足元の金融市場においては変動がついているというふうに認識をしています。海外を含めた市場の動向についてはですね、引き続き、注意深く見守っていきたいと思っていますけれども、我が国経済については企業収益が過去最高水準、あるいは雇用所得環境の改善がこれ間違いなく進んでますので、緩やかな回復基調をたどっているというふうに考えております。そういう中にあってですね、景気は回復基調、重要なことはこうした内外の経済情勢をですね、十分注意しながら、必要な施策を、しっかり打っていくということが大事だろうというふうに思います。はい。関連して今おっしゃったようにニューヨークの株式市場の下落が一時1000ドル以上下げていて、これ取引時間中としては過去最大の下げ幅となりましたが、これリーマンショックの再来との懸念する声も上がってますが、長官どのように考えますか。世界全体を見た場合、米国の景気は間違いなく回復途上であることもこれ事実だろうと思いますし、我が国も今申し上げたような状況ですし、そうした全体を考えればですね、そうした前回の環境とは全く違うだろうというふうに思います。ただいずれにしろですね、この内外経済状況という情勢というものを十分注意しながらしっかり対応していきたいというふうに思っています。政府としては常に G7 の財務省あるいは中央銀行とですね、日常的に連携をしているということです。はい。朝日新聞の星野です。関連してお伺いします。
アベノミクスによる株価上昇、特に円高によってなんですが、まあ、経済の好循環につなげていくという流れがこのままこの政権の中で進んできました。今進んでいるその円高はですね、その逆サイクルを招くことになりかねなくてですね、政権基盤への影響が懸念する声も一部聞かれるんですが、それについてそこは全くありえないと思います。私たち政権を受け継いだときは80円台でしたから、まあ、今は円高って言ってますけども、これは今日も18円ぐらいですか、まあ、そういう状況ですから、まあ、いずれにしろ想定の範囲内だと言います。先ほど緩やかな回復基調にあるということでしたが、これに対する影響もない。原油もですね、王様に値下がりをして、まあ、いろんな条件を考えたときに、我が国の景気については、緩やかな回復基調ということは自信を持っていいだろうというふうに思います。ただ、今申し上げましたけれども、この引き続きですね、経済の動向、金融等も含めて、これ十分注意をしてですね、世界の先ほど申し上げました G7 の財務省や中央銀行、こうしたところとですね、日常的に連携を取りながら、必要であればですね、まあ、必要な対応策を取っていく、こういうことは大事だというふうに思っています。はい。北海道新聞の方です。ロシアのドゴジン副首相がですね、メドベージェフ首相が武力訪問に反発する日本政府の念頭に、真の男なら伝統に従って腹切りをして静かになればいいと、ただ騒いでるだけだとのコメントを自らのツイッターにも掲載しました。政府としての受け止めと大変です。私もびっくりしたんですけど、なんかそんな非建設的な発言をされたということでありますけども、まあ、コメントする気にもならないというふうに思います。はい。読売新聞の海外です。の関連でありますが、今回の択捉訪問などに関しまして、安倍首相はプーチン大統領との対話を継続していきたいという意向を示しています。ただ、こうした一連のロシア側の姿勢が首脳同士の友好、まあ、関係に水を差すというような懸念は持っていらっしゃいますか。まあ、いずれにしろこれから国際会議とマーキング何回かあるわけでありますけれども、まあ、そういうような機会をですね、まあ、通じて対応していくということは極めて大事だというふうに思っています。読売新聞の会議です。関連でありますか、今回のこうしたそのロシア側の強硬な姿勢というのはどういった意図があると政府としては。ロシアのことですから、政府としてコメントすることは控えたいと思いますけれども、まあ、いずれにしろ日露関係、まあ、極めて重要だという位置づけには全く変わっておりませんので、そうした国際会議等の機会を通じながらですね、そこは対話を重ねていきたいというふうに思っています。はい。西川隆です。台風15号ですが、九州に上陸しまして、今北部を通じているんですけども、現時点で2回です。この見せたんです。台風15号でありますけれども、本日の6時過ぎに熊本県の荒尾市付近に上陸し、九州北上しております。これまでに沖縄は九州各県で負傷者など発生の被害が確認されているほかですね、大雨に伴っての土砂災害の危険が高まっているため、下関市では市内全域に避難勧告が発令されるなど、そうした避難情報が出されております。まあ、政府としては昨日官邸危機管理センターに情報連絡室を設置をしまして、まあ、情報収集を行っています。さらに関係省庁災害警戒会議を開催をしてですね、引き続き関係省庁、これは緊密に連携をしていきたいというふうに思います。まあ、それと先ほど為替の水準ですけど、念のため申し上げておきますけど、日々の動きが政権に影響してないと申し上げたのでありまして、何ら特定の水準に良い悪いということでありませんので、誤解のないとかと思っています。はい。
中井光雄です。沖縄の基地問題についてお伺いします。昨日の参院予算委員会の集中審議で、予算は沖縄県との集中協議について、あくまで1ヶ月間の中で行っていくことに述べられました。昨日杉田副長官がですね、沖縄を訪れて3回目の協議を行ったわけなんですけれども、辺野古の新基地問題については、なかなかその意見が交わるというのは難しい状況です。で辺野古で意見が割れたままで、その期間として9月9日までに一定の結論などが出なかった場合は、政府として協議を打ち切って、工事を再開するお考えがありますでしょうか。政府はですね、1ヶ月間ということを毎回に工事を中止をして、その間に沖縄県とですね、静かな環境の中で話し合いを進めたい、そういう形で今話を進めている途中でありますので、出口のことについて今の時点で言及することは控えたいと思います。沖縄県がずっと調査を求めていた潜水の調査なんですけれども、今回の台風の影響でだいぶ着手が遅れています。それで、9月9日までにですね、終わらないことというのが想定されるんですけれども、その場合でもやはり9月9日という基準で、切って政府は作業を再開するというお考えでしょうか。いずれにしろですね、この、潜水産業本来であれば8月17日から行われるということでありましたけれども、台風等であんまりない事情でですね、できなくなって物理的にできなくなるのであればですね、そこは延長してもというふうに思っています。はい、やむを得ない事情で延長し、することも考えられるということなんですけれども、延長の幅なんですけれども、大体期限いつ頃までにっていう。いや、それは調査が終了するまでだというふうに。はい。琉球新報の河田です。関連なんですけれども、昨日の辺野古の第3回の協議では、辺野古の問題がほとんど、議論されなかったんですけれども、これまで政府は沖縄に対して丁寧に説明するということで繰り返されていますが、昨日お話が出なかったということは沖縄への理解を得ることが難しいということで判断されたのでしょうか。いや、私杉田副長官から報告を受けてますけど、事務的な問題についてですね、極めて丁寧に、そして、副知事からも忌憚のない意見交換ができた、そういうふうに伺っております。はい、共同通信の竹内、株価の話に戻ります。国土省が内外の動向を注視しつつ、必要な政策を決定しました。この場合の必要な政策というのは、前日まで述べられていた予算の執行になるんでしょうか。先ほど申し上げましたけれども、G7 の財務省だとか、あるいはその中央銀行と、緊密に連携をしてますから、いずれにしろそういう対策はできるような状況はやはり常にこういうことでなくてもですね、作っておりますので、そこは連携をしっかりして対応するということです。はい、国子奈良です。よろしくお願いします。天津での爆発に続きまして、24日河南省の化学工場で大規模な火災、また23日も江蘇州でもですね、同様の火災があったと中国の一部メディアでは報道されているようなんですが、地元の日本企業への影響も含めまして、政府として把握されている事実関係とはありますか。まず報道は承知しておりまして、在外交換を通じてですね、法人保護と日本企業の影響と、このことについてですね、事実確認を今行っている状況ですけれども、現代間においてですね、法人が被害に受けたという情報には接しておりません。引き続きて中国大使館あるいは在上海総領事館等を通じてですね、情報収集と同時にしかるべき対応というものをしっかり取っていきたいというふうに思っています。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。